一応上が横向きで頭と胸、こっちがお腹、仰向けのお腹、うつ伏せの胸、お腹からいきましょうかね、この子ね。体がこれぐらいで、お腹がこんなぐらいですかね、もっと。ってことは胸が小さいんです、はい、体に比較すると。でお腹の中にここら辺に胃があって、胃に食べ物が入ってます。で盲腸粉がこういっぱいあって、ちょっとガスが胃と腸に少しガスが、まあ多少はガスがあって言った方がいいです。具合の悪い子は胃にご飯が入ってないし、ガスがもっと多くなったりしたりね、します。でこれが腰椎で、骨盤で後ろ足で、この辺に膀胱があるんですよ。と石はこれは今一瞬さ、プツッと見えるから、はい、でもそんなこと言ったらここにもプツッと見えるんだけどね、これはちょっと無駄だと思うんだけど、だけどもしこれが仮に膀胱がここら辺にあるからさ、はい、石だとするとこの辺の位置で、この辺の位置ってことはちょうどここら辺の位置でこれが見えなきゃいけないんだけど、まあ、骨と重なるとちょっと分からなくなっちゃうんだけど、ちょっと怪しいのはあります。じゃあまだ若いですよね、この子。そうですね、半年後。ねえ。シモシーとモルモットフードですよね。はい。アルファルファやってないですよね。アルファルファは上げてないです。やってないですね。はい。うん。ちょっとこれは経過見ましょう。で、うん。だからちょっとこれは少し一瞬。ただ場所がここら辺が膀胱だからさ、ちょっと上なんだよね。アーティファクトかもしれません。が続いてちょっと胸は取ったのは、頭、前歯綺麗で奥歯もね、とってもこれ綺麗です。ただ胸の大きさに比較すると心臓が、特にこっちで見ると、ちょっとこの子は大きいですね。胸の大きさで、これが胸ですね。これぐらい心臓があります。特にこっちが左なんだけど、左はこの胸郭にくっつくぐらいあるから、はい、若い子はちょっと大きく見えるもんなんです。先に心臓って、この子何月齢で半年でしょ、うん、にしてもやっぱちょっと大きいかもしれません。だからまあこれは保存しておきますんで、はい、また何かあった機会にはちょっと胸も取った方がいいかな。だから心臓が、要はもしかしたら生まれつきちょっと大きい子かもしれない。だから健康、そんないろんな検査できないからさ、体重がちゃんと増えていくかどうか、から何グラム食べてるか、チモシー何グラム、ペレットは体重の 2%、 チモシーは 2% 以上食べられるかどうか、うんちが100から200で、あのカプセル状の、ね、やつが大きなのが出るかどうかは確認した方がいいかなと思いますね。はい、多分これは石じゃないと思うんですけどね。